中の代表お二人こちらへいらしていただけますでしょうか。ありがとうございます。こんにちは。お名前をお願いします。はい、大森大学中学校3年西草恵里奈です。大森大学中学校2年伊藤文一です。ありがとうございます。今日、お題を集めていただいたんですが、はい、皆さんのその雰囲気というかどんな感じでしたですか。あ、雰囲気ですか。はい、たくさん、一人の方にインタビューしてもたくさんお題を出していただいて。あ、そうなんですか。はい、とってもたくさん来たんですか。はい、それでその中から2つ選んでいただいたんですね。はい、じゃあその2つを発表してください。はい、で1つ目は梅雨の紫陽花という、題になりました。雨に濡れた梅雨の雨に濡れた、美しい紫陽花のイメージということで、この題を選びました。2つ目の題は鬱蒼とした森です。このワードには、この洗足池周辺もそうなんですけど、生い茂る緑と言いますか、そういう自然とか、自然や梅雨の時期にもかなりぴったりなことだと思うので、そういう意味をこの枠に込めました。梅雨の紫陽花、はい、それから鬱蒼とした森、はい、はい、わかりました。じゃあちょっとこれから4人で作りますので聞いててください。ありがとうございます。後ほど審査していただいて結果を教えてください。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、淳さん、冬の紫陽花、冬じゃない、梅雨の紫陽花梅雨の紫陽花、やっぱ梅雨って言えば尺八、祭り合いが始まるんだね。小野助さん、アジサイはやっぱり好きでしょう。いや、好きですね。誘導するのに好きですけど、それを演奏できるかどうかはまた別の話です。別ですかね。ピアノは関係ないですね。いや、やっぱこのインプロのコーナーはですね、やっぱり中川さんがいなければ成り立たない。はい、こっちが勝手なことやると中川さんがなんとかそれをつなげてくれるという役割なので、つなげてくれる。じゃあ、梅雨の紫陽花はじゃあ尺八から始めて、次に鼓が入って、はい、あとは私と中川さんがなんか好きなことをやる。それがいいですね。はい、うん、そうですね。で、終わり方はなんか終わりたくなったら終わる。終わるんですかね。はい。はいはい、いや、今日ね、キッチンタイマー持ってこようと思ったんですよ。それで30秒経ったらピピピピって鳴るようにしようかなと思ったんですけど、ちょっと忘れちゃったので、自主的に終わります。はい、終わらせます。大体予定の長さとしては、守られないと思うんですけども、はい、予定の長さとしてはどれぐらい考えてますか。どうですかね。お任せします。2分とかも、いや、そんなには長くやらないですかね。分かんないですけどね。はい、では本当に何も決まってないですよ。決まってないですよ、はい、今作るんですよ。はい、では梅雨の題がこれ梅雨の紫陽花お願いいたします。
もう一つは鬱蒼とした森。これはなかなか深遠な題名ですね。ね、中川さん。なんで僕に深遠な題名というか。深遠な題名ですね。はいはい、鬱蒼とした森は僕が好きですので、一日中そこに入れるぐらいなんですけど。百之助さんどうしましょうか。あ、ちょっと取りに来ていいですか。取りに。そこに楽器を。はいはいはい。なんか。なんか違うものを使おうとしている。何も持ってきてないじゃないですか。持ってきたんですね。水飲んできたとかじゃないんですね。鬱蒼とした森。じゃあ鬱蒼とした森はやはり中川さんからスタートしていただきましょうかね。じゃあ鬱蒼とした森は中川さんスタートで、はい、受けたまわりました。そこから私が入って、はい、あとジェームさんと百之助さんでなんかどうにかしてください、はい、どうにかお願いします、はい、では鬱蒼とした森よろしくお願いします、はい。会場の皆様からいただいたお題でこのような本当に嘘を飛ぶ